Definitely remember Brett. Oh, right. She, didn't get the money. 八つ当たりをしているわけではありませんが、そう思われても仕方がないので、謝ります。いえ、すんませんでした。Rather, she didn't, アザイさんに肩もみは嫌です。Oh, okay. So that's what she was talking about. こんなところで。What? おはよう、アザイ君。うん。学園を休んでてもしょうがないから。Anyway, I guess not. とりあえず、いつ連絡がかかってきてもいいように、携帯電話は持ってきてるよ。なんだか悪い子になっちゃった気分だよ。昨日もいろんな人にぶつかったのに謝る暇もなくて。警察の人からも逃げちゃったし。いや。ごめん。ありがとうね。Probably is. Yeah, she's probably right. I mean, she writes everything down, doesn't she? So, pretty sure her information is correct. それにしても警察もマジ忘れっぽい野郎だぜ。それにしても誕生日が年に2回あるなんて、俺マジホストの才能あるんじゃねえの。 What if we didn't think it was in June before, we know it's in June now. エイちゃん、今日誕生日なの？うんうん、よかったらなんかちょうだい。何がいい？兄さんに頼んで高級腕時計を買ってもらって。それじゃあ私からのプレゼントにならないでしょ。こう見えてものんちゃん、えいちゃんのこと大好きなんだよ。嬉しいな。冗談じゃねえぞバラ。おめえのせいで何度苦渋味わされたことか。今度手料理作ってあげるね。意外だね。ご飯とか作れるんだ。冷麦とか得意だよ。I have such high hopes for her. What did I go wrong? なんで真冬に冷たいもん食わねえならねえんだ。あと、かき氷削るのもうまいよ。スケート選手だけにね。うまい。うまいの、かのんちゃんは。あ、京介くん、つばきちゃんも。Yeah, he's probably gonna want to run right now. 学校来れるってことはもういろいろ心配ないんだね。うん、いろいろ迷惑かけたね。いいんだよ、いいんだよ。それよりプレゼントちょうだい。そのことなんだけど、記憶違いかな。確か H くん。あれ？やっぱり私の間違い。
あ、いやいや、今日だよ。うん、はあ、危ねえぜ。椿が善人じゃなかったらアウトだったぞ。なんだよこの野郎。おめえがなんか被害受けたかっつうの。おめえは地球温暖化の被害とかもろ受けてるんかっつうの。あ、でも待てよ、この展開、この展開いつものパターンじゃ。エテキチさん、well, that's your fault, isn't it? You had to go and, you know, mention her. Even if it wasn't by name. What is it? Today is my birthday. Yeah, that's fine. What? Do you want to eat ramen today? Ramen? Yes, with Azai and the three of us. Okay, but...バイト終わりで9時くらいすかね。そこをなんとか。いえ、エテキチさんの誕生日でもあること。ああ、おいおい、これ完全じゃ。それじゃあ、そうい、ねえねえ、テレビ、あんなに混んでた。僕見たよ、かの、のんちゃんも、まさかあの有名芸能人。なんかね、ひったくり事件、テレビが来てるのにひったくりするなんて。Yeah. Here we go.いいだろう、お前のこと。あまり尻尾を。5000万の弁済はいい。町金から5000。なるほど、三輪、まさか今日野心がいつの間にか恋心に転じることはあるが、恋心が野心に戻ることはない。だが恋の対象が消えて邪魔なら、その女を消して。俺もだから、一つ教えてよ。犯人が要求した、そろそろもう暴落する。お前の学園に警察、そう思うか。あるいは白鳥建設の株価が落ちることは。そんなことは金の価値というものは、それ、その一家にとっては、犯人は、例えば、しかし、そうなると犯人はなぜ、しかも、身代金誘拐などという警察の足のつきやすいやり方を選んでいるのもゲーセン。何か犯人の余裕というか
根拠は？ほう、お前の話を聞けば妄想に取りつかれるほど。ならばそのい、魔王の目的は案外その宇佐美という女。そうか、どうもお前からメスの匂いがすると思ったが、その女か。しかし京介よ、まさか、まWas there a choice there? Okay. If I picked, she's telling me to let drop.The other choice doesn't show up. So, yeah. Osoi yo, Kyosuke-kun. Yep. So, he did say he wasn't going to come.So, はい、今日は朝から何も食べてませんので。What? いえ、こんなんでも食欲がないときはあるのです。あります。お給金をいただきましたので。さすが、ボンボンは違う。興味のない女と一緒なら食うんだよ。食わなきゃ死ぬだろうが。じゃあお店に入ろっか。ああ、エイジさん、大盛りとかはなしの方向で。え？できればと。ちょっとちょっと。Well, she is poor, so. お金下ろしてくるの忘れてました。せっかくの僕。うん、わかりました。自分は食べないので、代わりになんで。あ、そう？おい、なんだよこれ、薄気味悪いぜ。こいつ、実はちょっといいやつ。どうぞ。Wait. ありがたく、食べさせてもらうね。俺ぐらいの鬼畜者になるとよ、女を騙して金を。Okay, let's see here. We got Andy. And by now, I'm definitely on the route to the bad end for Spock. じゃあ、外で待ってますんで。ラーメンを二人で食べるとか。そんなカップルみたいな真似させるんすか。いや、そんなカップル見た。あ、じゃあどっか別の定食屋。
栄一さんがそう言うなら。ちきゃー、なんだよ今日のオルちゃんは。鬼畜門の風上にも置けねえぜ。 I think he is brain as a person. Or this is just a temporary thing. Either way, it's actually a pretty good thing that's happening, right?ちょっと待ってください、アザイさん。今日、アザイさんに集まってもらったのは他で。いや、僕も。ちょっと聞きたいことがあるんです。はい。すなわち、ケースの中の株券はいつどこでどうやって。はい、その時ハンバーガーショップの、はいはい、ですから私がすり替えるより前の段階ですでに株券は、ちょっと僕話、はい、その瞬間をこの目で確かに見ました。していないそうです。今日の昼に聞いたんですが、株券を、私もです。ねえ、僕ズバリ聞きます。昨日ケース、一度目は昼、椿が電車に乗って、二度目は夜、椿、問題となる駅のロッカーで、一度目は私が見張っていました。二度目は、細身で背が高く、はい。謎です。謎です。後ろ姿だけしか見てませんから。変装してた。いや、よくわかんないけど、確かそれだ。京介、あ、いえいえはい、つば、おっしゃる通り、うん、そういうわけ、うん、確かに。ねえねえ、宇佐美さん、犯人の動機は未だな、本当ですか？どうしてそんなこと？なら、魔王、株価が落ちるのを知っていて、身代金に指定してき、なるほど。大いに。です。どうもすみませんでした。っていうか、まだ弟誘拐され、まず興奮して後ろを振り向くなよ。私の顔を見たら返事はどう？わかりました。聞き分けが良くていい。
今まで全部言うことを聞いてきました。弟、全部言う。お金も、わ、では、え、宇佐美が、私、はるちゃんは、それを許し、あの、はるちゃんは、ケースを、キューバの仕掛けにしては、よく、しかし、椿、もし宇佐美の手が、どうって、お前は、私に身の代金を渡すと約束した。宇佐美はこう言ったのだろう。身の代金を渡し、はい。私はきちんと考えてもみろ。人質を返さないということは、いい加減分かってほしいが、私は警察、人質が帰ってこなかったら、お前たちはどうする？お前は宇佐美に、そんなつもりは、それは違う。宇佐美が私を捕まえようとしたのは、お前、え？支援だ。知りたいか？そんなことより、返して、お前が、whisper what? Hey! What do you whisper? Tell me! おはようございます、アザイさん。アザイさんこそ眠そうですね。昨日は遅くまで白鳥さんは、何か事情でもある？椿、あ、浅井くん、おはよう。その様子じゃまだ拾わき、あ、うん、いや、probably。はるちゃん、なんだ、ちょっと聞いて。犯人を捕まえれば身の代金を渡す必要もないし、今さら、なん、そ、え、本当にそれだけの理由なの？犯人は、うん、知り合い、うん、私の家庭の事情とは別、確かに私は、魔王には、個人、それが、ごめん。いや、はるちゃんは、何の役にも立っ、もう一つ、何でも、はるちゃんは、うん。何度も言うが、犯人は、本当、犯人は、そのようだ。ヒロアキが、犯人も、それをよ、私は犯人ではないからわからないが、警察を恐れて、犯人はこう予測していた。椿の一家は、
何にせよさ、ごめんね、ハルちゃん。ん？問い詰めるような真似してごめんね。うん、ううん、なんでもないの。疲れてるみたいだな。Yeah, she, is changed somewhat. 何かあったのか？今日は朝からハルちゃんに迷惑かけてしまいました。まる。And she's not answering the question.